はい、皆様こんにちは、カブくんです。今日はですね、羽生選手の演技、昔やった演技を振り返っていきましょう。このようなお話をしていこうと思います。はい、で、まあ昔ね、その羽生くんが滑ってた、特にフリースケーティング、まあショートプログラムもそうなんですけれども、まあその演技をね、皆様と振り返ってみて、特にね、人気があるもの、皆様ね、結構まあこの演技が良かったっていうものをピックアップしつつですね、羽生選手の演技っていうのを振り返っていこうかなっていうふうにも思います。で、まあ今回3つですね、まあここにも目次にも書きましたけれども、パリの散歩道、そしてロミオとジュリエット、生命、この3つですね、この3つを順番にお話ししていきます。はい、で、まあやっぱりね、羽生くんのまあ、表情の、ね、変化とか、そして大人から、子供から大人になるにつれてのまあ分岐点っていうのもね、演技を通じて見ることができますので、この点をね、注目してみると面白みが増えるかなっていうふうにも思います。はい。それではね、まず最初にパリの散歩道ですね。はい。皆様これ本当になんか非常に、羽生くんにマッチングしていたプログラムになったんじゃないかなっていうふうに思ってて、まあ、すごいなんかまあ、以前ね、実はこういったパリの散歩道みたいな曲調で、まあ、滑れるようなね、選手ではなかったんですよ、本当はね。なんですけれども、まあ、このパリの散歩道の、まあ、振り付けをね、やってて、まあ、その振り付けやってるうちに、まあ、羽生くんの表情とかね、それから動きとかもですね、新しい動きっていうのもね、取り入れて、まあ、本当、分岐点、それこそさっき言ったような、羽生くんのね、分岐点になったかと思うんですね。はい。はい、分岐点になったかと思うんですね。はい。で、まあ、音楽の曲調がね、羽生くんにマッチングしていたっていうのは、まあ、ありましたけれども、まあ、それはですね、この演技を終わっ、羽生くんが実際にパリの散歩道で演技をした後に、皆さんが羽生くんの演技を見て、ああ、羽生くんに合ってるなっていうふうに思ったのは僕も思ったんですけれども、まあ、それよりも僕が驚いたのは、そもそもこのパリの散歩道みたいな曲調で、まあ、滑れるようなね、そういった選手ではなかったかと思うんですね。はい。で、このパリの散歩道の振り付けをですね、まあ、やるごとに、まあ、振り付けですから、こう、練習ですね、練習をするごとに、どんどんこのパリの散歩道とか、羽生くんがパリの散歩道に近づいていって、どんどんこう、まあ、パリの散歩道を演じれるような、そういった表情とかね、それから体つきとか表情とかはね、それに近づいていったっていうね、そういった分岐点になったかと思うんです。はい。で、結構、まあ、羽生くんこれ、まあ、パリの散歩道をやる前、つまり2012年から2014年のショートプログラムで使ったんですけれども、まあ、この以前ですね、2010年とか2011年とかと、2014年以降の、羽生くんの表情、特に顔ですね、顔つきが非常に変わったんです。はい。で、この顔つきはもちろんね、年齢のせいっていうのもあるかもしれませんけれども、まあ、昔はね、まあ、2010年、2011年とかね、それ以前はですね、どちらかといったら、まあ、なんていうのかな、中性的な演技だったんで、中性的ですね。はい。そういった、まあ、しなやかな演技が多かったんですけれども、しなやかというかね、まあ、柔らかさがあるね、そういったプログラムが多かったんですが、まあ、このパリの散歩道の振り付けを進めるごとにですね、まあ、男らしくね、生まれ変わった、そんな感じがしたんです。いや、皆様のね、お気づきになった方もいると思いますけれども、なんか羽生くんの表情、なんか変わったなってね、思われた方いると思うんですよ。はい。このなんか昔の羽生選手、だんだんこう男らしくなっていったと、うん、なんかそのように感じる人が結構多いと思うんですが、それはね、このもしかするとこの2012年から2014年に演じたパリの散歩道、これが羽生くんを変えたんじゃないかなっていうふうに僕は思ってるんですね。はい。まあ、もちろんね、見方は違いますけれども、どうもね、このパリの散歩道は羽生くんにもともと似合ってる曲ではなかったんだけども、このパリの散歩道がすごく似合ってるっていうふうになってしまったっていうところに羽生くんが追いついたといったところが僕は思ったんで、いや、このパリの散歩道本当にすごいなっていうふうに思ってるんですね。はい。そうなんですね。まあ、こういった顔つきや表情とかも、表情とか顔つき、そして振り付けなんかもこうね、以前の羽生くんよりもこうダイナミックにね、演じているので、まあ、そういった意味ですごいね、進化、変わったなっていうふうにも思いましたね。はい。まあ、そんな感じですね。これがまあ、パリの散歩道、羽生くんが変わる分岐点になった演技を お話ししました。はい。続いてはね、フリースケーティングです。ロミオとジュリエット。こちら皆様ね、楽しみだね。非常に、
印象に残っているという思う方多いと思うんですけども、まあ多分ね、このロミオとジュリエット、これを、その、まあ羽生くんから切り離すことはできないんじゃないかなっていうくらい、すごい印象のある演技だったと思うんですね。で、ロミオとジュリエット2つありまして、まずソチのね、フリーであったロミオとジュリエットのバージョンと、2012年の世界選手権であったロミオとジュリエット、まあフリースケーティングですけども、2つありますけれども、圧倒的に2012年のバージョンですね。このロミオとジュリエットは圧倒的な人気っていうのを誇るんですね。はい。で、まあ、羽生結弦選手が、ね、今の羽生結弦選手を作り上げる原点ともなった、そんなプログラムだとは僕は思ってまして、今本当にものすごいレベルで、ソチ、ピョンチャンと金取って、ものすごい進化をしてる、年齢を上げても素晴らしい演技をし続けてるっていうところで、まあ、羽生結弦が、まあ、羽生結弦になってるってあるんですけども、そういった羽生結弦になるための、その、まあ、原点のプログラム、原点のその、まあ、羽生結弦本当すげえなっていう風に思わせるようなきっかけの演技だったと思うんです。で、特にこのものすごくインパクトを与えたのがですね、ここに書いたんですけれども、ステップを転倒してからのトリプルアクセル、トリプルトーループのコンビネーション、これ一生忘れることができない神業だったかと思うんですね。はい。で、その、まあ中盤ですね、まあ、ジャンプとしては完璧にまとめたんですけれども、中盤ですね。中盤に、カウンターっていうね、ちょっと、わかりづらいんですけれども、少し難しいね、ステップをやったんですね。で、その時にちょっと前に向いた時につまずいてしまって、結構激しく転倒してしまったんです。はい。結構激しく転倒してしまいましたよね。で、その、まあ、転倒の仕方だとですね、まあ、結構足を痛めたりとかね、してしまって、まあ、ジャンプに影響が出るくらいの結構、まあ、足痛かったりしてですね、次のジャンプに、まあ、結構、まあ、その転んだところがですね、まあ、中盤でしたから、まだジャンプは残ってたわけなんですね。で、トリプルアクセルっていう難しいジャンプがこの後控えてたんで、まあ、結構転び方をして足を痛めている状態で、次の、まあ、ジャンプを飛ぶっていうのは結構難しいことですから、まあ、トリプルアクセルですしね、はい。で、この当時、羽生くんは4回転サルコーをやってなかったので、4回転トーループまでが一番難しいジャンプでやってましたから、次に難しいジャンプがトリプルアクセルなんですね。で、そのトリプルアクセルが、その次に控えている状況で、しかもトリプルアクセル、トリプルトーループで難しいジャンプを控えている状況で、その前にね、激しく転倒してしまったっていうところで、非常にね、皆様これから、ファンの皆さんはですね、まあ、お客さんたちは大丈夫かなっていうふうにね、この次のジャンプ大丈夫かなっていうね、まあ、もちろん、アナウンサーと解説者の人もですね、心配したかと思うんですね。で、非常に本当に心配したかと思います。で、まあ、だったんですけれども、見事にね、このトリプルアクセル、トリプルトーループを決めてくれたんですよね。これ本当にね、一番おそらく印象に残ってるっていう方多いと思うんですね。はい。で、僕もこの時のトリプルアクセル、トリプルトーループ、しかもめちゃくちゃ綺麗に決めてたんで、この時僕、羽生くんに対して思ったことがですね、この選手は、むしろ逆にこうやってなんか転んだりとか失敗した後にすごいんだなっていうふうに思ったんです。はい。そこがですね、この選手の本当に素晴らしいところだなっていうふうに思ったんですね。でも他の選手とは圧倒的に違う何かを持っているなと。なんかこう、やられたらやり返すんじゃないけども、本当すごい、負けてどん底に落ちているところも、なんか、まあ、それをなんかこう逆境を崩していくみたいな、そういうなんか精神力の強さ、すげえ精神力強いなっていうふうに思ったんですね。はい。ほんとこう、もう絶対にもうやばい状況でも、例えば18年のソチのね、時の世界選手権でもね、まあ、かなり順位下からの、ショートプログラムミスをして下からだったんですけれども、結局ね、あ、失礼、ソチの2014年のソチオリンピックの時の世界選手権もですね、結構ミスがあって、町田くんとの、ね、戦いありましたけど、その時もですね、町田くんがめちゃくちゃすごい演技をしたのにもかかわらず、まあそれをね、まあ大逆転で、もう4回転サルコーめちゃくちゃ軸も上がってて、それでも降りれるっていう、本当にね、調子が悪くても降りちゃうっていうところがね、もうこのね、ロミオとジュリエット、2012年のロミオとジュリエットが全て物語ってるなっていうふうに思ったんで、これがですね、羽生くんの原点、この羽生くんが羽生くんだなっていうふうに思った、思われる、これから思われる、そういう原点のプログラムだったんじゃないかなって思ってるんですね。印象的にすごい残ってますよね。うん。はい。そんな感じですね。ロミオとジュリエットなんですけど。続いて、生命。はい。生命をやはりね、もう本当に話したらきりはないですけれども、まあね、生命は3つありましたよね。まずその、
失礼、ピョンチャンオリンピックと、ピョンチャンの前の、2015年、2016年シーズンの、生命。うん。そして、一番最後に、2020年の四大陸選手権でやった生命。この3つがあるかと思うんですけれども、それぞれね、特色っていうのが違いまして、そこについてお話ししますと、まずね、この羽生選手生命っていう曲を使ったのが2015年のフリーなんですね。はい。で、このフリーが皆さんもめちゃくちゃ、スペインで行われた、グランプリファイナルの時のフリーも皆さん絶対忘れてないと思いますけれども、もう本当にもう超圧巻、うん、超圧巻で、すごかったんですけれども、もう完璧な演技。羽生選手がおそらく今までね、やりたかったことすべて出し尽くしてしまった。もうこの後ね、僕引退しますって言ってもおかしくないくらいの、そんなね、生命っていうのを2015年のグランプリファイナルでやってくれたんですね。で、この時確か NHK 杯もめちゃくちゃいい演技で、確かその前のね、グランプリシリーズだったかな、グランプリシリーズカナダ大会かアメリカ大会だったかな、どっちか忘れちゃいましたけども、ちょっとミスが多かったんですね、この生命で。はい。で、そのグランプリシリーズ始まる前の、なんだろう、ロンバンディア杯かな、ちょっとすいません、名前忘れちゃいましたけども、そこででもね、ちょっとミスが多かったんで、この生命に対する思い出、最初の印象っていうのはね、あんまり良くなかったかと思うんです。なんだけども、NHK 杯でもう見事にめちゃくちゃいい演技をして、もうそれもね、本当にグランプリファイナルに匹敵するくらいのめちゃくちゃいい演技だったんですが、それを超えるようなめちゃくちゃすごい演技っていうのを、このグランプリファイナルでしてくれたんです。はい。で、このグランプリファイナルでの生命、2015年のグランプリファイナルの生命っていうのが、まあ、羽生選手をね、これからそのソチオリンピックを優勝、失礼、ピョンチャンオリンピックを優勝に導いてくれる生命になったりとか、グランドスラム達成の、生命にしてくれたっていう、このきっかけをね、きっかけを作ってくれた生命を演じたっていうところがですね、まあ、非常にその、まあ、この後につながる、本当に羽生くんとしても思い出深いね、演技になったかと思う、生命という作品になったかと思うんですね。はい。まあ、本当に、まあ、この時の生命、おそらく皆さんは、ね、忘れる方はいないんじゃないかなっていうぐらいの本当にものすごい生命だったんで、うん、まあ、その時の思い出が、まあ、これからも、生命を使うとかね、4回目の生命を使うかもしれませんけども、まあ、この時の生命が、まあ、ピョンチャン、そして、グランドスラム達成というすごい偉業を成し遂げるね、そういった起点になったっていうところはね、押さえておくといいと思います。はい。で、続いてですね、2018年のこの生命、これですね、この画像であります、この生命なんですけれども、これはですね、これも本当にものすごかった。ソチ金、ピョンチャン金の2年、2大会連続のね、金メダルということで、本当に素晴らしかったと思うんですけれども、この時の生命はですね、どちらかといったら命がけの生命だったかなっていうふうにも思うんで、本当命をかけるような、もうかなりギリギリのところでの戦いだったかなっていうもんですね。で、この時2017年、NHK 杯4回転ルッツで激しく転倒して、立ち上がることができない、もう人体の損傷、大きな損傷をして、スケート人生そのものをですね、まあ、本当に棒に振るような大きな怪我をしてしまって、まあ、全日本選手権どころかですね、オリンピック、そしてオリンピック金メダルどころか、フィギュアスケートどころかね、その本当普通に歩くことすらできないから大きな怪我っていうのをしてしまったんですよね。で、なんだけども羽生くんの精神力はものすごくて、まあ、全日本出なかったんですけれども、皆さんね、その間、羽生結弦は大丈夫かってね、まあ、新聞の報道にも出たりしまして、まあ、皆さん、フィギュアスケート関連のみならず、いろんな方がね、心配してたんですけれども、まあ、そんな心配をですね、まあ、空港、あれは、ピョンチャンの空港かな、ソウルの空港に着いたときに、まあ、羽生選手はね、僕は大丈夫ですみたいなね、そういうような、話をね、知ってたことがね、記憶に新しいかと思いますが、その時からもうすでに戦いは始まっていて、で、練習とかでもですね、トリプルアクセルを挑戦して、ちょっと軸が斜めになってて、もう大丈夫かなって思ったんですけども、そういった状況で、まずね、ショートプログラム、バラ1っていうね、これバラ1も書きたかったんですけども、バラード1番でものすごい演技して、もう、羽生結弦やべえな、みたいなね、なったんです。ほんと、まあ、もともとやばいんですけども、本当にやばいなって、もうマジでやばいなってなっちゃいまして、それがですね、結果的に、結局ね、まあ、ネイサン・チェンがね、フリーでは高い点出したんですけども、このバラ1のおかげで、まあ、
かなり貯金もあって、まあ、生命ギリギリで、まあ、逃げ切った、命ギリギリのところで、逃げ切った生命だったっていうところがありまして、非常にやっぱり印象深いんですね。で僕はもしかすると、まあ、2015年のグランプリファイナルの生命も完璧で素晴らしかったんですけども、僕的にはこちらのピョンチャンの、生命、まあ、4回転トーの、後半の4回転トーループのステッピングアウトとトリプルルッツのステッピングアウトありましたけども、それがあっても僕はこっちの逃げ切った生命の方がなんか良かったですね。羽生くんもですね、泣きましたけど、泣いたんですけれども、2015年の涙、この生命を演じた時の涙はですね、やべえ、もう僕これ以上できないかも、もう完璧な演技をやったっていう涙だったんだけども、この時のね、ぴょんちゃんの生命での涙っていうのは、なんかなんていうのかな、本当にものすごい安心したっていうような、なんかこう、もう本当にギリギリのところでの勝負だったんだなっていうのが、本当にじみ出るような、そういう感じの、まあ本当に、うん、命がけの生命だったって思うんですが、皆さんも本当に印象に残る方も多いと思うので、まあ本当にもう羽生選手の精神力、まああとはスピリチュアル的にもね、本当に恵まれてる人だなっていうふうに思ってて、運もね、すごくいいなっていうふうにも思うんです。すべてを味方につけて、それを感謝に変えて、あ、失礼、すべてを味方にして、それを感謝して、そして、勝ったっていう、そういうね、生命になったかと思うんで、まあ、スピリチュアル的にも、技術的にも、精神的にも、本当素晴らしいなっていうふうにも思ったんですね。はい。な感じですね。で、さらにね、2020年、今年の四大陸選手権、ぶっちゃけるとね、ぶっちゃけると、まあ、世界選手権、今年はね、出なくて、まあ、良かったってあるんですけども、めちゃくちゃ羽生くんにとっては、ね、プラスのシーズンになりました、結局は。ぶっちゃけね、今回、ネイサン・チェンめちゃくちゃ強かったんで、2020年四大陸選手権までで終わりに良かったと思います。なぜなら、今回、2020年四大陸選手権は、勝ったら、オリンピックも世界選手権も、すべてするっていうね、そういうグランドスラム達成するって、スーパーグランドスラム達成っていうのは初めてですからね、羽生くんは。なので、それができたっていうね、もし、それができて、その後、ね、まあ、コロナがね、たくさん、コロナがたくさん蔓延しちゃったんで、世界選手権中止になっちゃった、んですけども、ぶっちゃけ羽生くんにとってはですね、この四大陸選手権までで終わりっていう風になっててよかったと思います。ぶっちゃけると。なぜなら、結局優勝はできたわけですから、そして生命で滑った。つまり優勝ができた、グランドスラム達成した、プラス生命、この、でもめちゃくちゃね、いい印象を残す、感じで終わったんですよ、本当に。はい。だからね、ぶっちゃけ羽生くんだけを見ると、いい感じだったんですね。で、この生命はですね、どんな生命だったかと言いますと、まあ、いつも、これはこの前の動画でもお話ししましたけど、作品性ですね。作品性を意識したというところなんですね。で、4回転アクセル、これがですね、挑戦するんじゃないかというところに重きをね、置く、まあ、そういった報道も多かったかと思いますけれども、まあ、そういったところ、まあ、4回転アクセル、やっぱ不安はあったので、まあ、そこに前で挑戦するよりかは、まあ、あえてこう、作品性、今できるジャンプを、確実に飛んでいこう。そして、全体的なね、そのまあ作品というか、そのまあプログラムを意識して、やっていこうというところで、まあ、非常にこうね、そのまあなんていうのかな、いつもだったらこう、昔の生命だったらこう、まあ、戦う的なね、命ギリギリな生命だったかと思うんですけど、今回の生命は、まあ、そうではなくてこう、穏やかな温かみのある生命だったかと思うんですね。違いがありまして、衣装がね、ちょっと変わったんです。ここにはないんですけども、まあ、この時は、ぴょんちゃんの時の衣装は、どちらかと言ったら、まあ、白い紫色の基調とした衣装だったんですけれども、ぴょんちゃんの衣装、2020年の、生命の衣装、つまりこの前のね、四大陸選手権の生命の衣装は、この、腕のこの辺にですね、お付け根のところに緑色、この辺も緑だったかな、緑だったと思いますけど、緑色をね、ちょっと付け加えたんですね。はい。で、その緑色側を付け加えた生命を見て、僕はその、まあ、生命っていう曲ですし、なんかこう、まあ、新しいね、種っていうのを植えて、その芽生えて、その種からね、新しい芽が芽生えて、新しい苗を育てるみたいな、そういうイメージを持ったんです。で、まあ、新しい羽生くんを作るといった、そういったね、形を、まあ、意識して、まあ、穏やか、温かみのある、そういったね、作戦に変えてきたんじゃないかなっていうふうにも思ったんですね。はい。なので、まあ、そういった意味で、その、まあ、これまでのね、まあ、4回転アクセルをバンバンと、を挑戦するとかね、ネイサン・チェンをぶっ倒すっていうところで、まあ、かなりこう、躍起になった部分もあるんですけど、そう、一旦ね、落ち着いて、テントを張って、そこで、こう、
まあ、体制を立て直すではないですけれども、まあ、新しい芽吹き、そんな演技になったかと思うんです。なので、ミスはちょっとあったかもしれませんけども、まあ、そういったミスよりも、新しい羽生選手を作るための種まき、そういったところを、感じさせるような生命になったかと思うんで、そこがですね、羽生選手の、まあ、魅力的な部分だったかなっていうふうにも思うんですね。まあ、おそらくね、ブライアン・オーサーとも、お話しされて、まあ、作品を作っていくっていう方向に変えた可能性もありますけれども、まあ、なんとは言いませんけども、まあ、四大陸選手権を見てて僕が思ったのはそんな感じでしたね。はい。まあ、本当にグランドスラム達成って本当に記念すべきね、大会で、使ったっていうの。で、生命を使ったって、やっぱりね、その生命にはね、思い出のあるプログラムだと思うんですが、それぞれ生命で、それぞれの生命で本当に、ね、違った色、味を出してくれる、渋さを出してくれるってところが、本当に羽生くんの、魅力だというふうに思ってますので、まあ、これ以外はね、バラード1番、今言ったバラ1とかもね、それから、ノートルダムのパリとかね、それから僕、意外とね、火の鳥も好きなんですけど、火の鳥とかね、いろんなね、プログラムやったんですよ。あと、ラフマニノフの、ピアノ協奏曲、ね、これもやりましたね。とかね。あと、いろんなプログラムですね。いろんな紹介をしたいんですけど、今日はね、この中でも、まあ特にね、まあ、パリの散歩道して、羽生選手が男らしく変わったってことと、ロミオとジュリエットで、まあ、本当にこう、羽生選手の起源となった、原点となる、きっかけの演技をしてくれたってことと、それからいろんな生命っていうね、そういったお話をしてきたんで、ほら、他にもいろんないっぱいあるんですけども、今日は特にその中でもね、特に思い出に残った演技っていうのを、紹介してみました。はい。今日はね、このような感じになります。これからももしかすると、演技の動画については、もうちょっとお話ね、もししたい、もうちょっとその、他のね、プログラムについても紹介してほしいっていう方が、もしいましたら、紹介もしていこうと思いますので、ぜひね、チャンネル登録の方していただけると嬉しく思います。はい。それではね、今日は最後までご清聴いただきまして、ありがとうございます。これで以上になります。